ローレンス・デール・ベルはアメリカの実業家であり、ベルエアクラフト社の創立者である。インディアナ州メントー,オーンで生まれたベルは、1907年に家族と一緒にカリフォルニア州サンタモニカに移住するまで、そこで暮らした。1912年、兄のグローバー・ベルとスタントパイロットであるリンカーン、ビーチェイの航空事業に整備員として加わった。翌年、グローバーが 墜落事故で亡くなると、ローレンスは、航空事業から身を退くことを決意した。しかしながら、復帰するように友人たちから説得され、グレンエル・マーティン・カンパニーで働き始めた。20歳で、マーティン社の工場長、その後同社の総支配人に就任したローレンスは、共同経営者になることを望んでいた。1915年7月17日、ルシール・マイン・ウーニングと、結婚。 二人に子供はなく結婚生活は、その後33年間継続した。ニューヨーク州のナイアガラの滝近郊にある、ベル社の組み立てライン1928年、マーティン社を退職し、ニューヨーク州バッファローのコンソリデーテッドをエアクラフト社に入社して、副社長兼総支配人に就任した。コンソリデーテッドがサンディエゴに移設された後も、バッファローに泊まったベルは、 1935年7月10日、56名の従業員を持つベルヤクラフト社を設立した。1938年、44名の実業家たちとともに、アメリカ政府主催の視察旅行に参加し、ドイツを訪問したベルは、フォッケウルフ FW61 というヘリコプターに出会った。帰国後は、ドイツの航空機工場のレイアウトを、 自分のナイアガラフォールズ工場に採用した。第二次世界大戦中、ベルエアクラフト社は P-39 エアコブラ及び P-63 キングコブラ戦闘機を製造した。同社が製造した P-59 エアラコメットはアメリカで製造された最初のジェット機であった。戦後、ベルエアクラフト社は 初めて水平飛行中に音速を突破したベル X-1 を製造した。1941年にはヘリコプターの製造を開始し、1943年にベル30が初飛行を行った。この機体から発展したベル47は歴史上最も有名な航空機の一つになった。ローレンスベルは X-1 の 初めての音速飛行の実現に果たした役割が認められ、パイロットのチャック・イエーガー及び、アメリカ航空諮問委員会の設計科学者の一人で、ある、ジョン・スタックと共に、1947年のコリアトロフィーを受賞した。また、1944年に、サイのダニエル・グッケンハイム賞を受賞した。死後には、アメリカ国立航空殿堂、陸軍飛行士殿堂及び、 国際航空宇宙伝道にそれぞれ伝道入りを果たした。ベルはフリーメイソンのヨーク礼拝に招待され、最終的にはグランドマスターの地位を得ている。ありがとうございます。